今日は大和北の人が来て試合をしました。試合で大事なことは何かな。試合で大事なことは緊張すること。緊張わかる？ドキドキすること。言い換えれば勝負すること。ちゃんと勝負すること。試合の前にあ、どうしようこうしよう、緊張する、ドキドキする。その中でいつもの力が発揮できるようにすることが大切です。試合の時に何も緊張もせずにドキドキもせずに試合に向かっていくような、人がいたら、それはおたんちんです。試合の時は勝負なんだから、ドキドキしなきゃ、緊張しなきゃ。その緊張する中でどうやっていつも以上の力を出せるかっていうのが鍵です。重要なところです。試合はドキドキ緊張しなきゃいけない、勝負しなきゃいけないと思いました。